バレーボールギリシャ男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるギリシャの男子バレーボールナショナルチームである。1951年に国際バレーボール連盟へ加盟。初出場の1967年、欧州選手権は出場国中裁会の20位であった。1980年代に入り、1986年世界選手権に初出場を果たすと、 翌1987年欧州選手権でチーム最高位の3位入賞を果たした。1990年に国内リーグが現行のギリシャ A1 リーグとなり欧州屈指のプロリーグとして盛んになるにつれて外国人監督を招聘したナショナルチームも強化が進み、初の開催国を務めた1994年世界選手権では地元の大声援を受けて6位入賞。 2004年アテネオリンピックは初出場ながら5位と検討を見せ、2005年欧州選手権でも1987年の3位に次ぐ6位と好成績を収めた。しかし、その後は低迷し、1994年から連続出場をしていた世界選手権は2010年世界選手権大陸予選2次ラウンドで敗退し、20年ぶりに出場権を失った。 2010年1月、JT ・サンダーズを2年間率いたゴードン・メイ・ホースが代表監督に就任。チームの再建を目指したが、2011年、欧州選手権予選3次ラウンドプレイオフでトルコに2連敗を喫し、2001年大会以来10年ぶりに欧州選手権の出場権も失う結果となった。1949年から1982年まで出場なし。 ありがとうございます。